エリンです。今回なんですけども、グランエルブ黒飛びパーティーで裏英国の蛮竜蛮竜チャレンジですねを攻略するパーティーをね考えてきましたので、後付けで実況させていただけたらと思います。詳しい立ち回りにつきましては概要欄の方にも載せておきますので、そちらも合わせて見ていただけたらと思っております。でまずね、1階の立ち回りはですね、もろもろ変身したりとか、しながらね、突破していくというところですね。で今回のパーティーはですね、ユキネなしバージョンとなっておりまして、ユキネっていうのはですね、ダメージ無効貫通をね、メインとするスキルなんですけども、ちょっとね、入手難易度が高くて、所持率もね、低いかなというところで、今回はね、ユキネなしバージョンのパーティーで考えております。ユキネはですね、結構、強い点が多くて、ユキネがないとね、苦しくなる場面もあるんですけども、パズルね、頑張れば、黒飛びでね、裏英国の蛮竜クリアすることも、そこそこね、安定してできるかなと思いますのでね、今回ちょっと見ていけたらと思います。で、1回はですね、もろもろ変身して、グランエルブはね、変身せずそのままで、削っていきます。で、追撃がない状態ですので、超根性まで削れるか、もしくはね、また残ってしまうと思うんですけども、スーパー目で倒していくという形ですね。皆さんはもう裏英国の蛮竜はね、クリアしましたでしょうか？何が一番いいんですかね？黒飛びが一番強そうな雰囲気は出てましたけども、数日経って、その辺がね、どう変わってきたか。いろんなパーティーでね、クリアできている方も多いんじゃないかと思いますね。裏英国の蛮竜は、耐久力は結構必要ですけども、川柳とかと比べるとね、いろんなパーティーが活躍しやすいんじゃないかなと勝手にね、考えてみております。ということで、2階ですね。2階はですね、まずグランエルブ変身して遅延を入れていきます。で、ここはですね、相手がなんか7ターン、なんかコンボ減少したりとかね、なんかマイナスドロップ落ちやすくしてきたりするので、5ターンね、まず耐久していきます。だいたいね、3ターンぐらい1コンボしてあげて、4ターン目、5ターン目は0コンボでいいかなと思います。で、6ターン目にね、突破しに行くというところですね。で、セッカとカリンドラゴンを使って、削っていくんですけども、もしね、なんかパズルミスって、なんか削りきれなかったら嫌なんで、カリンドラゴンを打って、真ん中だけターゲットにして、絶対ね、真ん中だけ倒すぞっていう形でね、パズルしていけば安心かなと思います。ちょっとね、敵が硬いので、今回の動画でも多分右が残るかなと思うんですけど、ワンパンね、失敗する可能性があるので、真ん中ターゲットにしとくと安心かなと思いますね。で、今回は右が残って、2パー目で倒していくというところですね。この辺は、しっかりね、パズル決めていけば大丈夫かなと思います。で、今回のパーティーなんですけども、パズル時間が8秒となっていて、黒飛びってね、結構いろんなパーティーあると思うんですけど、全般的にですね、操作時間は短めになっていることが多いかなと思います。8秒なので、ミスしなければね、パズル組めるんですけど、1回ミスっちゃうとね、修正が難しいぐらいの時間かなと思っています。はい。で、3回はですね、ここ回復花火が来ますので、ビオーラ打ってあげて、ジンで対応していくと。ビオーネ打ってあげて対応していくというところですね。で左下に回復残してあげるといいです。次盤面が4号になるので、ちょっと僕はそこね、忘れてしまっていたんですけども、盤面が4号になった時にね、回復ドロップ確保しやすいようにしてあげるといいかなと思います。で、今回ですね、ちょっと雲耐性のためにガチャドラをね、つけている部分が、ビオーネの継承スキルですね、あるんですけども、雲はですね、正直切ってもいいので、そこでですね、操作時間増やせるような武器をつけてあげると、ちょっとね、パズル楽になるかなと思いますね。バインド耐性とチーム HP は必要なので、プラス操作時間があるような武器をつけてあげるのもいいんじゃないかなと思っております。はい。で、ここは2ターン目はね、普通に盤面小さくなっている中殴っていって突破していく形ですね。次先制があるので回復必須なので、しっかり1ターン目に回復ドロップ残せるといいんじゃないでしょうか。で、4回ですね。4回はグランエルブを使って、ワンパンしていきます。ここはそんなに硬くなかったかなと思うのでね、しっかりパズル決めれば大丈夫かなというところですね。2way の目安としては、だいたい 2way4 つ組んであげれば火力はね、しっかり出るかなと。で、5個6個行くと、もう火力はね、12分に出るというような感じになっております。ボスとかになってくると、パズルね、しっかり求められるんですけど、道中はね、2way4 つぐらいで、火力結構足りるんじゃないかなと思っております。はい、ということで突破ですね。例えば、アップデートが来て、なんか4人対戦とか始まって、あと魔法石100個配られましたけど、皆さん魔法石100個使いましたでしょうか？僕はですね、ウルトラマンガチャに今速攻使って爆死しました。はい、皆さん魔法石100個の使い道教えていただけたら嬉しいです。取っといてる方もね、いるかなと思いますね。どうなんだろう、ウルトラマン引いてるのかな？はい。ということで、ごめんなさい。次の回に来てました。5回はですね、グランエルブ溜め直したいので、2ターン耐久して、3ターン目にグランエルブで突破ですね。
で、ここなんですけど、あの闇の方、スワローテールでしたっけが来ると回復変換があるんですけど、あの回復ドロップね、めちゃくちゃ増えてしまうと闇ドロップがね、なんか確保できなくなってしまう可能性がありますので、しっかりとね、回復ドロップを消しながら2段耐久した方がいいかと思いますね。回復水ドロップか、回復水は消しながら耐久してください。はい、水はですね、優先的に作られるので確保できるんですけど、闇ドロップの変換の優先度が低いので、水、闇、回復の順ですよね。なんで闇ドロップの確保に注意を払うというところですね。ここはちょっと注意が必要かなと思います。はい、しっかりと、まだか、まあ、テクニパズル組んで耐久して突破する形ですね。まあ、この辺は、うん、まあ大丈夫かな。しっかりドロップ消してあげれば大丈夫です。あ、倒せた、 OK。 で、次6階ですね。6階はですね、闇と光のタクがありまして、今回光ですね。光はここで雲作られるんですけども、次の階層で雲があるとね、なんか生成が大ダメージくる可能性がありますので、まずね、ここで雲をちょっと解除しに行きます。で、この光の場合は4ターン以内に突破しなければいけないんですけども、1、2ターン目はね、L 組んであげて、アシスト向こうを解除しに行って、3ターン目、4ターン目で殴ってあげるといいかなと思います。まあ、ちょっと硬いので、ワンパンにね、ミスる可能性があるので、3ターン目、4ターン目で殴るというところですね。でもし闇だった場合は、L 字は組まなくていいので、しっかりとね、2ウェイたくさん組んであげて、ワンパン狙っていきます。はい、闇の方が、まあ、比較的当たりかなというところですね。今回ね、雲耐性継承スキルでつけてたので、ここでね、役に立たなかったというところで、雲はね、まあ、外してもいいかなって思ったっていうのはここですね。なんで、もし素で雲耐性持っているようなキャラとかだったら、まあ、ここはすごく役に立つかなと思います。まあ、その辺もね、ユキネは素で帯耐性、雲耐性持っているので、ここでもね、対応できてユキネは強いんですけどね、今回はユキネなしということで、まあ、雲を甘んじて受け入れていきます。ちなみにね、ユキネありバージョンのパーティーも、まあ、後々ね、動画上げれたらとは思ってますね。はい。ということで突破しました。次、7階ですね。7階は、変換プラス、ドロップ消さなくなるということで、ビオネを使っていきます。で、もしね、雲があるような状態でしたら、雲がここ溶けるまで耐久して突破していくというところですね。今回雲残ってるので耐久します。はい。次がね、挑戦だと、多分ね、また先制で雲が来るんですけど、なんか盤面に雲があると、なんか大ダメージ飛んでくるような感じだったので、しっかり雲を消してから倒すというところですね。なんかさ、まだ英国のバンデューの詳しい、なんだろう、ダンジョンデータみたいのがね、書いてあるサイトが見つかんなくて、正直ね、ここの先生とかもやってみて気づいたんですけど、どうなんだろう、なんかいいサイトあるんですかね。なんか先生の行動とかさ、比較的その辺は止まってるんですけど、詳しい行動とかまだ正直分かってなくて、なんかね、パーティー考える上でなんかちょっと不備がそういうところで出ちゃうのかなと思いますよね。はい、でそんなこんなで雲解けたので、しっかりと倒しに行きます。この辺はそんなにね、問題ないかなと思いますね。はい、で突破と。はい、次ですね。8階ですね。8階は光か闇というところで、光の場合はですね、挑戦ということで、まあ、1ターンから2ターンで適当に突破してあげればいいかなと思います。で、闇の場合はですね、まず3ターン1コンボします。で、4ターン目に超根性まで削って、5ターン目に、3色、か2色か、水闇消せば追撃で倒せるというところですね。で、カリンドラゴンの継承がこの辺でね、ちょっと溜まりそうになるので、一回消費しておくといいかなと思いますね。はい、次の階層でカリンドラゴン使う可能性があるので、まあ、6階、7階あたりからカリンドラゴンのね、ちょっと状態を見てあげて、溜まっちゃいそうだったら、まあ、消費してあげるというところですね。しっかりパズル組んであげれば、光は柔らかいので、普通に倒せます。次、9階ですね。9階はですね、まず先制時に石化が必要なので、8階で石化を打ってください。これ先に言わなきゃダメだったね。で、ここは、ジンが来る可能性があるので、ジンがあれば、ビオーネ使って対応していくというところですね。で、火の場合は、ダメージ無効があるので、カリンドラゴン。水の場合はダメージ吸収があるので、グランエルブ使っていくというところですね。今回グランエルブ使ってます。で、多分ね、僕、なんかパズルミスったかなんかして、まあ、マイナスドロップがあったからかな。なんか、ダメージ通んなかったので、グランエルブ溜め直してますね。まあ、もしね、なんかミスっちゃっても、1回ぐらい溜め直しができるぐらいの余裕があると思いますね。ここの階層は。はい、焦らず行けばいいと思います。しっかりスキル溜めていくと。
英国の蛮竜はいいですね。なんか、まあ、ダメージちょっと大きいから、ある程度耐久力があるパーティーにはかけられちゃいますけど、なんか理不尽なことというか、なんかなんだろう、パーティー考える上でそんなに難しいところはないかなと思いましたね。はい。で、エイド2ターン耐久して、グランエルブが弾に直したので、使って突破しに行くというところですね。あと、ロイヤルノーチラスとかさ、使いたくて、まあ、ちょっとパーティー考えてるんですけど、まだね、ちょっとまとまってなくて、ロイヤルノーチラスなんかいいパーティーやったら教えてほしいですね。参考にさせてもらいたいなって感じです。ロイヤルノーチラスもね、なんか最近評価上げてきてるから、しかもなんか僕結構やっぱね、かっこよくて好きなんですよね、ロイヤルノーチラス。だからちょっと使えたらいいなと思ってるんですけど、なんかいまいちパーティーがね、まとまんないです。はい、ということで、まあ、突破して次の階層来ましたね。ここはボルスーンなので、カリンドラゴンを使っていくんですけども、ビオーネと、セッカがね、もしね、溜まってなければ、ここで溜め直してから突破しに行ってください。あと半分時に、リラフレのペーストとかがあるので、まあ、スキルの状態とかもちょっと注意しながら、スキルダメして突破しに行くというところですね。次の階層で、操作時間短縮、ないしは消さないドロップが来ますので、それ用で貯めていくっていう感じですね。次の階層が火だとそれが起こるというところなので、貯めていってください。で、あとね、もしワンパン今みたいに失敗してしまっても焦らずね、次のターンに、まあ、普通に削れば、カリンドラゴンなくてもそこそこ削れるので、焦らずね、削りに行ってもらえればいいかなと思いますね。結構削れるんですよね。こんな感じで2で組んじゃって。はい。こんな感じで削っていけます。突破ですね。次、何回だ ?11 回かな。ここはですね、火が出た場合は石化と美を使用してワンパン必須ですね。で水が来た場合には石化を使、突破後に石化を使っていく形ですね。なんだっけ、水のあの子の名前。忘れちゃったな。昔の英国の蛮竜からね、いたんですけど、突破時に操作時間短縮されるので、突破時に石化を使っていくという形ですね。で、木の方は特に、まあ、特筆するところはないかなと思うので、まあ、普通に削ってもらえればいいかなと思います。ちょっとね、木で硬かったりするんですけど、なんか殴るとね、属性変わってきて、変わったりとかしてくれるので、倒しやすいかなって感じですね。はい。で、しっかり、まあ、しっかりパズル組めてもいないか。パズル組んで突破していくというところですね。で、次、12回ですかね。はい、12回ですね。12回はですね、まあ、ここは突起するところとしては、火が来た場合には、属性吸収引っかかりますので、グランエルブを使っていくというところですね。あとは、ビオーネがなければ、溜め直してから突破というところですかね。次の階層で、ダメージ無効じゃないや。覚醒無効来る可能性がありますので、ビオーネを貯めていくというところですね。あればそのまま殴っちゃって大丈夫です。まあ、正直ね、道中は、まあかなり安定するかなと思いますね。ちょっとボスで気をつけなきゃいけないところがあるので、まあそこは注意なんですけど、道中はもう全然問題なく、まあ何回かやって慣れちゃえば進めるかなと思いますね。はい、ということで次来ました。13回ですね。13回今回風神と雷神と、あと新しく追加されたね、火のやつがいますが、まず、今回の雷神ですね。雷神は、まず3ターン耐久して、ダメージ無効がなくなるまで待って、4ターン目にグランエルブ使って突破していきます。まあ、耐久そんなに難しくないかなと思いますね。風神の場合はですね、3ターンの間デバフね、来ますので、2ターン以上耐久して、デバフを解除してから突破してあげてください。こちらも同じくグランエルブですね。で火の場合はですね、覚醒無効来ますので、B を使って、あとダメージ吸収も来るので、グランエルブを使って突破しに行くというところですね。今回ね、ここ、裏英国の蛮竜になってね、火が追加されて、ここのね、階層で覚醒無効がね、必要になったというところがあるので、覚醒無効回復が、ね、必要になったっていうのが新しいちょっと要素ですかね。はい。で、盤面ロックは黒飛びに影響を受けませんので、しっかりと、行くと、耐久していくというところですね。この辺の耐久も全然余裕なので、まあ普通にやればいいかなと思います。はい。で、3ターン経つと、属性吸収から、ダメージ吸収に変わって、ダメージ無効が剥がれますね。なんでそこを機に倒しに行くというところですね。はい。で、次の14回がね、ちょっと注意が必要なので、まあ気をつけていきたいというところですね。
14回が、まあ、14、15どっちもか、まあ、しっかりパズルね、決めなきゃいけないところなんですけども、そしたら14回はですね、まず3ターン以内に突破しなければいけないというところですね。で、カリンドラゴンプラス、まあ、セッカー、まあ、これは操作時間延長用ですね。プラス黒飛びを合わせて使って、水44、闇44でね、がっつりと削ってあげる必要があります。水44、闇44、回復4だとワンパンできますね。ただ別にワンパンはしなくていいので、しっかりと1回削ってあげる必要があります。だいたい、プラスドロップがなくても70数%、プラスドロップが入ってくるとね、80% 以上削っていけるので、まずしっかり1ターン目のパズルを組んであげるというところですね。まあ、1ターン目に限らず、3ターン目までに削ればいいんですけど、で、残りのターンはですね、水4、1コンボプラス闇と回復のね、2ウェイを入れて、だいたい2ウェイ4つ、まあ、もしくはないしは3つプラスアルファのコンボで、まあだいたい削りきる10何パーセントから20%ぐらい削っていけるので、まあそれでね、削っていってあげるような形かと思います。ちょっとね、動画では、ルーレットがうまく、なんか、たまたま狙ってなかったけど噛み合っちゃってワンパンしちゃいました。はい、で、15回ですね。15回がまず5ターン以内に半分まで削ってあげるっていうのが注意点ですね。カリンドラゴンがうまく溜まり直してるというか、14回で3ターンで突破してればカリンドラゴン2回打つチャンスがあるんですけど、まあ、そうじゃなくてね、さっきみたいにワンパンしちゃうとカリンドラゴン打てるチャンスは1回なので、まあ注意ですね。カリンドラゴン使うタイミングでは、動画ではちょっと抜けちゃってるんですけど、グランエルブも合わせてあげて、カリンドラゴン、グランエルブ、黒飛びを使って大きく削っていくということが必要になると思います。だいたいね、50% 近く、40% 以上は削れますね。で、残りのターンで、まあ、カリンドラゴンなくても、まあ、しっかりとね、コンボを組んであげれば削っていけるのでいいかなと思います。あとは、もしね、カリンドラゴンを打つタイミングが1回しかなさそうであれば、しっかり盤面が、6号に、直ってからカリンドラゴンは使ってください。うん、なんかね、盤面4号のままだと削れないので注意ですね。盤面4号の時は、まあ、しっかりパズルだけ組んであげて、なんとかね、削っていくというところですね。まあでも5ターン以内に削るってことを忘れないのと、カリンドラゴンのタイミングでミスらなければ、まあ全然大丈夫かなと思います。僕ちょっとここグランエルブね、使い忘れてるので、削りがだいぶ甘くはなっちゃっているんですけど、まあそれでもね、全然倒しきれているので、まあ大丈夫だろうというところですね。はい、2ウェイが、今、6個かな ?6 個組んであげて、こんな感じで削れますね。で、僕はちょっと今クライアル使ってなくて削れなかったんですけど、残りの HP もね、まあ普通に削っていけることが、いけるかなと思いますね。あとは、まあ、セッカをね、もう一緒に溜め直しちゃって、セッカもカリンドラゴンのタイミングで合わせてあげると、まあ、よりね、操作時間が伸び、まあ、2.5 倍ということで20秒になるので、まあ、そのタイミングで一回大きく削りに来てもいいかもしれないですね。他のタイミングは、まあ、そんなにパズル、しっかり決めなくても大丈夫なので、それでもいいかもしれないです。そんなこんなでね、半分まで削れます。あとね、半分の時にセッカの軽減がないと受けれないので注意ですね。半分まで削ったら、もう特にね、時間は気にしなくていいので、軽く、まずね、削りを入れてあげて、で、最後ね、またカリンドラゴンとか、全部溜まり直したら、カリンドラゴン、グランエルブ、黒飛び、で、プラスアルファで、セッカ使ってあげて倒しに行くというところですね。火力の目安はですね、まあ、大体 40% 以上は削れると思うので、まあ、そのあたりを目安にいければいいかなと思います。多分残り 10% かな。で、発狂ラインに入って、なんか盤面全部暗闇、覚醒向こうからね、盤面暗闇みたいな感じで、暗闇パズルを求められて積んでしまうと思うので、残り 10% に入らないようにね、先にちょっと削って、から倒しに行くという感じでいいかなと思いますね。はい。ということでね、今回はもう動画終盤の方に来ましたので、締めていきたいと思うんですけども、よかったらですね、チャンネル登録、高評価の方、ぜひね、よろしくお願いいたします。ほんとね、一人のチャンネル登録が、僕の中で非常に大きいので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。まだかな?まだ次のターンで倒しに行くかな?はい。いいですね。まあ敵に削っていくと。はい。そしたら最後、カリンドラゴンを撃って倒しに行くと思うので、いけかな?結果使って、カリンドラゴン使って、で、僕ちょっとこうグランエレブ打つべきだったけど忘れちゃいましたね。ただまあ、削り切れたので OK でしょう。あとね、暗闇あるので、ちょっとそこ注意ですね。
まあでも大丈夫かな。はい、しっかりパズル決めてあげて、はい、ということで勝ちですね。ということで最後まで見ていただいた方ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。